Ladies and gentlemen, the boys and girls and お父さんやお母さん、ハッピーエンドファンのかずみです。前回の動画見ていただけたでしょうか。今回第2回目になります。イエーイ。で今回も引き続き野上正弘さん、写真家の野上正弘さんの iPod、iPad アプリ、スナップショットダイアリーのご紹介をしていこうと思っております。でですね。今回は、ハッピーエンドの風待ちロマンの、中ジャケになっている写真ですね。そちらの方の写真を見ていきたいと思います。はい、こちらスナップショットダイアリーの写真集、今手元に写っております。こちらは2002年ブルースインターアクションズから発売いたしまして、1500部限定だったんですね。でこの時は狭山の、写真は、ハッピーエンドの写真は 2,3 枚ぐらいしかなくて、あんまりやっぱり決め写真しかないみたいな感じだったんですけれども、今回のアプリドドン、なんといっぱい入ってますよ。こちら見てみます と、93枚も入ってます。やばいっすよ、マジやばいですよ。ちょっと見てってみましょう。あ、こちら風待ちの方で使われた写真ですね、のアウトテイクですか。こちら解説書いてあります。前回の写真展ではこちらのパターンの写真がよく売れたということを野上さんがおっしゃっていました。これ可愛いですよね。確かに、うん、確かに、ね、すごい可愛いですこの写真。あ、いいですねこの写真、超かわいいですね。アイドルみたいです。こちらの写真もちょっとふざけてる感じの写真、かわいいですね。あ、こちらはトイカメラで撮った写真ですね。これ3枚目に入ってた後ろの写真のアウトテイクです。あ、こちらのバージョンの写真は初めて見ましたね。わ、すごい。あ、後ろ姿が映ってる。後ろ姿も哀愁があるかもしれないと試してみた。なるほど。お？あ、なんかすごい、ちょっとお尻とかアップにしちゃったりとかして、いやー、大滝さんのお尻かわいいな。他の方はちょっとジャケットで隠れちゃって見えないんですけど、もう一枚ぐらい見てみようか。あ、すごいいいね、いいお尻だね。残念です、皆さん、他のメンバーの方はジャケットでお尻隠れちゃって、ね、見えませんね。松本先生、話題が貧弱で申し訳ございませんでした。